でで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 。ほんまに出るんかよ。じゃあこれ正直クソゲーやったって。ごめんやけど、動物の方は。ドラゴン最強王図鑑バトルコロシアム。もう今年、来月、もう発売するやんけ。なんやったら。あれは別に悪くなかったよね。アイディアというか。シュドラ、フェルニゲス、オーリュ、ファイヤードレイク、ロードが長すぎてん、マジ。最強王図鑑バトルコロシアム。やるしかないか。前作やってるからね、俺は。なんやったら。完璧な攻撃だー。百獣の王。やば。やるしかない。ワイバーン。日本コロムビア株式会社でした。やるしかない。前作いくら？前作ダウンロード版を7000円で買いました。はい、よろしくお願いします。時は来たれり。お、だいぶ出来上がってる。まあ、当たり前やけど。ええやん。ボーボーバー。仲間と共に魔王討伐を目指し、果てええなやんき旅か。路へ。あまたの出会い、あまたの試練、そして、お、バトル画面。あまたの強敵たち。新職業あるみたい。あなたの冒険が幕を開ける。ここから始まるロトの物語。ロトの物語。これはやろう。やるしかない。そして伝説へ。そして伝説へ。今年や。11月14日ええやん。やるゲームいっぱいあるわ。トゥ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 。継がれゆくロトの石、ドラゴンクエスト 1&2 2025。なんでこれ先こっちじゃないの？普通みんなは先こっちやりだない？あれやん、3のがおもろいんやから。時系、まあ、3のあれやろ、3の後1につながんねやろ。だけど、面白さ的に絶対3の方がおもろいやん。今度は逆にやったら、あっと驚くようにしたいって言うじゅって、あ、なんか違うんや。だって、ドラクエ1なんてほんまもうな、あ、しゃあないけど。
職業もなんもないやん。1そのままは結構きついで。2なんてお前、俺ラスボスやってないけど、マジ、ユージどうしたっていうぐらい、あれ、意地悪やからな、あれ。ほんま。道中とか、行かれてたからな。これか。ロマシングサガ2リベンジオブザセブンや。七英雄は本当の英雄でした。私たちをモンスターたちから守ってくれたのです。しかし彼らの力は大きくなりすぎました。そしてその予見通り彼らは帰ってきた。ズヤザロマンシングサガリベンジオブザセブン、いいね。この BGM だけでええわ。私も兄上のように、おお、すげえ、フル 3D や。皆の幸せを守るために戦います。カメラ地下でももうちょっと離れてほしい。民は強き国、勇ましい皇帝を望む。人間、向き不向きがあります。おい、ソウルスティール。そんな汚い手で触らないで。この知略を持って帝国を導きましょう。魂が奮い立つようなこの力。テレ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 。先制攻撃を仕掛けた。シングル切り。ええやん。逃がさん。そうか。ひらめきシステム。陣形を組め。あったな、陣形とかな。終わらせます。タイムラインバトル。皆の力を。やったか。参りましょう。これで決める。おったな、モグラとか。務めを果たします。ああ、よろしくな。狙い通り。ご覚悟めかれよ。さよなら。大地へ帰れ。今バラージシュ。はっきりと分かった。父上は自らの命を犠牲にして私に力を伝承した。父上は私の中で生きて。ワグナスな、今のな。懐かしい。2024年10月24日、これも今年やんけ。とんでもないやんか。ゼルダの伝説、知恵の借り物。な、ゼルダも新作でろ。やー、夢島リメイクみたいな感じ？かわいい。リンクかわいい。見下ろし型のな。あら、リンク。リンクー、感情なさすぎやろ、あの子。あ、かわいそう、ゼルダが。すげえ、きれい。ゼルダの伝説、絶対崖から始めやなあかんの。絶対ここから、こっから始まるよな。あ、青沼さん。ゼルダの伝説シリーズプロデューサーの青沼です。青沼さん、ご覧いただいた映像はシリーズ最新作ゼルダの伝説知恵の借り物です。知恵の借り物。いきなりリンクが消えてゼルダ姫一人になってしまいましたが、今回はゼルダ姫が主人公です。となるとゼルダ姫が剣を振って、ちょっと待って、青沼さん、この T シャツどこで売ってるんですか。めっちゃ欲しいんですけど。これゼルダでしょ、トライフォースやんか。これ欲しいと思われる方もいるかもしれませんが、今作は見下ろし型ニンテンドーストアにある。顔いくらやねんやろ。新しい遊びに挑戦します。これ欲しいわ。映像を用意しましたのでこちらをご覧ください。神隠し。広大なハイラルの各地に謎の裂け目が生まれ、
人や物、そしてリンクも飲み込まれて消えてしまいました。残されたゼルダ姫は妖精トリーと出会い、トリーロッドと呼ばれる不思議な杖を授かって民を救うためハイラル中を巡る冒険に出発します。道中で見つけたテーブルに向かって杖を振ると、ほう、テーブルをお借りできました。一度お借りしたものはいつでも使うことができます。なる、そっか、ゼルダはだって戦わへんもんな。こんな場面でもテーブルを作り出して足場にすれば進むことができました。何でもいけるんかな。借り物は木箱やベッド、ゼルダかわいい。水の塊、水の塊種までたくさんあり、組み合わせもどう使うか。 RTA はかどりそうやな、こういうのな。世界にあるものをお借りして作り出し、ハイラル中でもありそうでなかった。それがゼルダ姫の冒険です。トランポリン、魔物たちとの戦いもお借りした石を投げつけるなど借り物で対応しますものすごい怪力じゃないの、ゼルダ。なんと魔物もお借りでき、作り出せば心強い味方として、あ、敵もいけるんや。状況や相性を判断してどの魔物を向かわせるのかなど、バトルでも知恵を生かした戦略が鍵となります。おお、おもろ。めちゃくちゃしてるやな。リンクを失ったハイラルの世界、運命はゼルダ姫に託される。デグの貴様、よう考えるな、青沼さんは。ほんまゼルダ姫ならではの知恵を生かす借り物の遊びをご覧いただきました。買うわ。借り物には非常に多くの種類があり、正直私も何種類あるのか数え切れていません。どの借り物をどのように使うかによって、謎解きも敵とのバトルもプレイヤーの数だけ冒険が変わる、そんなゲームに仕上がっています。ゼルダの伝説知恵の借り物は9月26日。リンクちょっと敵っぽくな、映ってんな。なんか洗脳でもされんのかな。これもおもろそうやな。これも今年やわ。すごいやないの、任天堂。ドンキーコングリターンズ出るやん。これも俺やったことあるからな、 Wii のやつ。これマジおもろかった。 Wii で発売された Wii HD、 これ何回出てんの。 Wii U でも出てなかった。動物を操る敵族に奪われてしまった大量のバナナを取り戻す冒険が始まる。あ、猿すぎる。行く手を阻む敵を、ドゥル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 ドゥ 3DS でも出てた。これおもろいね。新シリーズこれおもろいね。これ仕掛けいっぱいのコースに挑む。他にも走り出したら止まらない。ちゃんとむずいしな。空を飛べるロケットバレル、アイスのやつもやってたっけ俺。これは配信ではやってない。さまざまな乗り物で道を切り開く。ジョイコンをお裾分けすればむずいよな。任天堂 3DS 版で追加されたコースも含めた全80コースでドンキーコングが大暴れ。あー、懐かしい。今のところここめっちゃ難かった気がするな。2025年1月16日発売やって、マリオ&ルイージ RPG やって。わわ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 わ、うわーうわー、すごい。声優変わったと思えへんな、マリオ。マリオ&ルイージ RPG、え、ちょっとおもろそう。やば、
ちょっとおもろそう。もともとマリル ERP 作ってたアルファドリームで会社潰れたから続編は絶望視されてた。へえ。これは何？リメイク？マリオ&ルイージ RPG。 俺やったことないねんな。ボルドルト隊。おもろ。完全新作。あ、これ新作なんや。新作なんや。もう完全に次世代に移行しようっていう転換期に新作を。素晴らしいね。ピーチ姫やんけ。お、クッパ。このマリオとルイージの等身ええな。なんかちょうどいい。マリオ&ルイージ RPG ブラザーシップ2024年。これも2024年。すごい。スーパーマリオパーティージャンボリー。カメックやんけ。新たなマリオパーティーの舞台は巨大なリゾートアイランド。シリーズ史上最大ボリュームのパーティーが開幕。スーパーマリオパーティージャンボリー。ジャンボリー。まずは誰よりもスターを集めて勝利を目指すボードをご紹介。エスカレーターでフロアを移動しながら進む。ええやん。ワクワクショッピングモール。タイムセールになるとスターを半額で購入できる大チャンス。まあまあマリオパーティーはもう鉄板。30人対戦。40マス一気に進むことも。40マス。クリボーアイランドは潮の満ち引きでルートが変化。はあ。さらにクリボー火山の噴火で一気に逆転も。すげえ、黄金のクリボー。ボードに加え2つのリメイクボードが登場。うわ、懐かしい。マリオパーティー2のウエスタンランド。ミニゲームはアクション、レース、頭脳戦など様々なジャンルに加え、ジョイコンを振ったり傾けたり操作方法もいろいろ。収録数は110種類以上。はあ。さらにシリーズ史上最多20人で競う。20人やって。もう30人とか言われたからちょっと残念に思えちゃったやんか。さっき30とか言うから。生き残れるか。他にも新たな遊びが盛りだくさん。すごい。でも面白そうやね。すごいね。スーパーマリオパーティージャンボリーは。ジャンボリー。10月。10月です。こんなもんか。いや面白そうやね。メトロイドプライム4が発表されたから、その後ドンキー新作作ると思うで。レトロスタジオ。あ、そうな。え、今レトロスタジオってあれなんや。メトロイドプライムになってんの。メトロイド。メトロイドのあれないの PV は。あ、これか。メトロイドプライム4ビヨンド。コスモ歴 2009年。銀河連邦研究施設。これ取りやった。でも海外の人はめっちゃ喜んだんじゃん。メトロイドって海外人気すごいやろ。サムス。サムスじゃないか。お、FPS なんや。おもろそう。17年発表で7年延期したからね。あ、そうなんや。だいぶかかってんな。対策なんちゃうか。じゃあ、うわ、ダンゴムシモードなった。これって体どうなってんやろな。いつも思うわ、このダンゴムシモード。おもろ。一回全部白紙になったらしい。
すげえかっこいい。何この敵サムス、おもろそうやんけこれ。メトロイドプライム4ビヨンド、スイッチと後継機の両方出すんちゃうかっていう噂。まだ発売日とかは決まってないんかこれ。まだ開発中か。確かにこれスイッチでこれいけるのか。2025年、レトロスタジオはもともとメトロイド、そうなんや。主要スタッフがみんな辞めちゃって、ちょうど任天堂がレア社切って開いちゃってたドンキを引き継いだ。じゃあこれ発売した後にドンキ来るかもって。ドンキーコングのオープンワールドね、やろう、頼むわ。いいですね、全部面白そうやったな正直。しかもほぼ今年発売って。ドラゴンも当たり前、ドラゴン筆頭や。ドラゴン完成図鑑なんやったら、この今まで今の中でドラゴンを一番最初にやるまであるんやから、盛りだくさんやな今年も。だってまあまず遊戯王マスターデュエルをがあるわけで、もうそれだけで1年やれるのに、こっからそれ以外にもこんなにもあるんやから、とんでもないねほんまに、半端ないわ。明日から世界予選やで。そうなんや、頑張っていただきたいものですね。俺の作ったこの終わりくん、配信が終わるときに出てくんね。また来週。